はい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 。才木投手に勝ちましたね。マジで。普通に負けるかなっていうふうに正直ちょっと思ってたんだけど、やっぱりね、結構ヒットは出てたと思うし、まあ後から詳しく見ていくんですけど、ちょっとね、残念なところもあったんじゃないかなっていうふうに思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対タイガースの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。まあね、今日ね、ジャイアンツ勝ちましたというところで、非常にね、まあ嬉しいんですけども、まあやはりね、阿部監督のコメントあった通りね、ちょっとこう、2点で終わってはダメやろっていうところもちょっとあったんで、そこもね、その辺も詳しく見ていきながらね、解説していきたいなっていうふうに思ってます。じゃあですね、今日の構成、動画の構成を利用させてください。まず、得点シーン振り返っていきまして、で、二つ目、前日からのね、スタメンの変更点などを見ていきます。そして、三つ目はですね、僕が気になったところであったりとか、ここ勝負どころだよみたいなところをね、できるだけ面白く分かりやすく伝えていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、得点シーンを振り返っていきたいんですけども、僕のこの辺ぐらいにね、画像を出しながらちょっと得点シーン振り返っていきたいと思います。ここですね。はい、今日はですね、まあ2対1というところで、まあその接戦のゲームをものにしたというところになります。まあやはりですね、まあその山崎伊織投手と、まあ佐伯投手というところで、まあ二人ともね、めちゃくちゃいいピッチャーっていうのがあるので、まあなかなか点取れないやろっていうのが、まあその試合前のね、まあ皆さんもそうですけども、予想だったんじゃないかなというふうに思います。まあ案の定ですね、やっぱりこう点はなかなか取れないんだけども、結構ね、ヒット、というところは、飛び出してたんじゃないかな。どちらのチームも9本出てるんですよね。うん。非常にね、そういったところでヒットは出るんだけども、あと1本が出ないみたいなところもあったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まずですね、1回裏ですね、ワンアウト1、2塁から岡本選手のレフト前ヒットで先制しますと。まあ、やっぱりこう、先制点を取る、特に初回にね、取れるっていうのは非常にでかいんじゃないかなっていうふうに思うし、その後にですね、ワンアウト1、2塁で大城さんがね、この、レフト線というか、サードの横をね、抜いて、2塁で打つんですけど、1点だけで終わらなかったっていうのは非常に良かったと思いますし、まあ、これがね、決勝点というかね、勝利打点かな、にいうふうにね、なってますと。で、なんですけど、すぐ取られちゃうんですよね。2回表に、ツーアウト1、2塁から、小畑選手かね。から、レフト前ヒット打たれまして、まあ、その、2点取った後にすぐ1点取られるというところで、ちょっとね、こう、幸先が悪いというか、あ、どうなのよりっていうところはありましたけども、まあ、それ以降はですね、まあ、ランナーは出してるんですよ。ランナーは出してるんだけど、結局、先頭のランナーっていうのはあんま出してないですよ。うん。三者凡退っていう回は少なかったんですけど、ツーアウトから、ランナーを出すみたいなことが多かったんで、そういったところで先頭バッターを出さなかったっていうところは今日ね、1失点に、抑えられた、あ、要因じゃないかなっていうふうに思います。まあその、才木投手もですね、非常にまあ力強いボール、まあフォークボール、まあ途中にカーブであったりとか、スライダーなんかもね、挟みながらっていうところでしたけども、やはりやっぱりあんだけね、まあ角度があって力強いボールがあってっていうところで、まあ三振っていうところがね、まあ結構取られたわけですけども、まあ、後で詳しく見ていきますけども、チャンスの場面でね、先ほど言ったように、まあ、ヒットは9本で出るんで、チャンスはあるんですけど、あと1本が出ないっていうところで、あと1本って、そのヒットが出ればね、一番ベストなんですけど、ここで犠牲フライでもいいから打ってほしいとか、最低限やってくれたらいいのになっていうところも、実はあったんですよね。で、そこを、指摘して、阿部監督がね、試合後のコメントで、あ、ちょっとこう、なんて言うんだろう。勝ったけども、これちょっとね、ひどいゲームだな、みたいな感じで言ってたのは、そういったところにあるんじゃないかな、っていうふうに思います。じゃあですね、この辺ぐらいにね、画像を出していきまして、前日からのね、スタメンの変更点などを見ていきたいと思います。まず、ジャイアンツからはですね、ジャイアンツの変更点はですね、昨日から言うとですね、ショートの門脇選手、7番に昨日入ってたんですけども、今日は8番に入っておりまして、で、昨日、8番でレフト、佐々木選手が出てたんですけども、今日は、7番で岡田選手ね、1軍昇格即スタメンというところで、まあ状態がすごくいいと。ちょっと前からすごくいいっていうのはあるんだけど、
なかなか上がってこれなかった。うん。上げてもらえなかったっていうところがあったんで、まあ本人もね、絶対こう活躍してやるとか、あ、そういった思いっていうのは必ずあったと思いますし、実際ね、今日後で詳しく見ていきますけども、あの、岡田選手のね、打席の中での粘りであったりとか、まあヒットも打ちましたしね、非常に三出塁してんのかなっていうところも、あの、めちゃくちゃ評価できるんちゃうかなっていうふうに思ってて、まあその、佐々木選手とかね、同じ左で、レフトで出てますけども、よくね。僕は岡田選手の方が絶対いいと思うし、まあ状態の良さもあるかもしれないですけど、なんとかしてやるとか、ここにかける思いみたいなのがめちゃくちゃ伝わってきたし、うん、今日ね、佐伯投手といういいピッチャーの中、まあヒットもカーブを打ちましたし、フォアボールもね、2つ、それに10球、どちらの打席も10球ぐらい投げさせてるんですよね。っていうところで、非常にね、今日のこの季節戦のゲームというところで、目立たないかもしれないけども、非常にいい活躍をされたんじゃないかなというふうに思います。でですね、昨日は赤星投手で、今日は山崎より投手というところで、スタメン、こんな感じになってます。で、タイガースですね、まあ、スタメン変更はないというところで、なんか変わりますね。なんか、昨日はピッチャービーズリーだったんですけど、今日は佐伯投手というところで、まあ、接戦のゲームになるだろうなという、予想でございました。じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところを、できるだけね、わかりやすく、配球のチャートも使いながらね、見ていきたいと思います。はいですね、まず1回裏で行きましょうか。1回裏ね、まあ、先制した回なんですけど、やはりね、何度も言うけど、丸さんめっちゃ打ってない。マジで打ってめっちゃ打ってる。特に、初回の打席でセンター前ヒット何回見たみたいな感じで、いつもセンター前打ってないみたいな感じで、初回ね。今回もね、今日もセンター前ヒット打つんですよね。で、ノーアウト1塁から吉川選手のパワーボール。ここでノーアウト1、2塁作るんですよね。なんですけども、ヘルナンデスが空振り三振というところで、まあ、今日ね、3三振してたんかな ?3 三振してたで、で、うまく配球でもやられてましたし、やっぱりあんだけストレート強いというところで、相手も警戒してると。めちゃくちゃ打ってるからね。っていうところで、まあ、阪神初対戦なのかな、ヘルナンデスはね。っていうところもあって、ちょっと難しい打席が続いてしまったんじゃないかな、っていうふうに思います。で、ここですよね、ワンアウト一、二塁で、岡本選手、ちょっとね、チャート、この辺見ながら見ていきたいんですけど、まあ、これレフト前ヒット打つんですよ。で、これ結局、カウント負けってやつなんですよね、佐伯投手からすると。どういうことかっていうと、まあ、フォークボールをね、空振りすると。で、ここの、しっかり初球から振り逃げれるっていうのが、岡本選手、やっぱ状態が上がってきたなっていう証拠だと思うんですよね。で、スライダーがボールになって、フォークがボールになって、で、スライダーもボールなんですよ。で、ここで 3-1 になるんですよね。3ボール1サイクになるんですよね。これ3球投げて、2-2 は攻めてしたいんですよね。どう考えてもね。だけども、ここで 3-1 にしちゃって、これがいわゆるカウント負けってやつですね。で、それで最後スライダー甘くなって、で、ファーボールも出したら満塁になるしっていうところで、スライダーが甘くなって、それを打つというところで、前のボール、1球前のスライダーが、ボールになってるんで、やっぱりピッチャーからしたら、やっぱりちょっと甘めにっていう風なね、意識はあるので、そういったところで岡本選手それを逃さなかったというところでございます。でですね、これワンアウト1、2塁から大城選手はね、これ、レフト線というか、サードの横を抜いたわけですけども、これしっかりストレートをね、高めのストレートをパチンとコンパクトに打ってったというのが結果につながったんちゃうかなと思います。で、ワンアウト2、3塁、ここもね、ちょっとね、岸だね、ちょっとね、なんとかしてほしかった。正直ね、空振り三振したんだけど、まあいいピッチャーって分かってるよ、分かってるけども、なんとかバットに当ててほしい。まあ内野フライ、うん、内野フライか三振以外、内野ゴロだったらね、まだ仕方ないと思うんですけど、三振と内野フライ以外だったらいいんですけど、そこで空振り三振しちゃうと。まあ、したくてしてるわけじゃないんだけど、まあ、ここをね、もう一点取り逃げたらね、もう最高でしたね、今日ね、マジね。で、ツーアウト2、3塁で岡田選手、これパワーボールね、これ1打席目、初昇格のね、これ1打席目パワーボール、これ10球ぐらい、11球ぐらい出回ったかな。非常にいい打席ですよね。で、これツーアウト満塁で門脇選手がこれ、ライトフライというところで、まあ、今日ね、ちょっと門脇選手がブレーキというか、多分おそらく、安倍監督が、言ってるひどいプレーっていうのは、多分おそらく、門脇選手の打席なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ今日ちょっとね、空回りしてるというか、ちょっとこう、なんて言うんだろう、うまくいってないなっていう感じはすごくしました。で、2回表、次見ていきたいと思います。はい、この回点取られたんですけど、すぐ1点取られたんですけど、これ結局、大山選手にレフト前ヒット打たれて、で、これ前川選手もね、これうまいこと打ちましたよね、これ、ライト前ヒット打ったんですよ、カットボールをね。なんですけども、これ、大山選手が、これ、判断ミスするんですね。判断ミス。ちょっと、ハーフウェイから、こう、ちょっと、あ、取るかな、取らないかな、みたいな感じで、判断ミスするんですね。もう、あれ、あんなんどう見ても、
ランナー三塁いけるんですよ。一三塁作れる場面なんですけど、せっかく前川選手がね、うまいことライト前ヒット打ったんですけど、判断ミスして、一二塁になるんですよね。これも地味にめちゃくちゃでかいんですよね。で、上野選手が空振り三振して、で、ツーアウト一二塁。ここちょっとね、チャートを見ていきたいと思うんですけど、この辺にね、チャートを見ていきたいんですけど、まあこれレフト前ヒット打たれると。で、まあ、スライダーでファールになって、フォークボールでボール。で、フォークボールをね、まあ、バットの本当に先で打ったんですけど、まあ、小畑選手今調子いいというふうなことはね、聞いてまして。で、まあ、やっぱりこう、なんて言うんだろう。パワーはね、そんなないかもしれないけども、やっぱりこういう上手いバッティングというか、まあ、当てたりとかするのは、非常にね、まあ、得意な方なんじゃないかなというふうに思うし、非常にね、まあ、梅野選手が三振した後にね、ツーアウトになってから、このヒットっていうのは、まあ、阪神がね、さっきの判断ミスもありましたし、ここでね、小畑選手が、例えば、アウトになってたとしたら、チェンジになってたとしたら、多分、めちゃくちゃジャイアンツ側にね、流れが来てたんですけど、ここでタイムリーを打てたっていうのは、小畑選手ね、素晴らしいんじゃないかな、というふうに思います。でですね、まあ、佐伯選手がね、ショートゴロというところで、まあ、この回終わっておりますと。で、次見ていきましょうか。これ3回もで気になりましたね。はい。これね、ちょっとね、危ない回なんですよ。これ実はね。近本選手に、ライト前ヒット打たれて、で、ノーアウト1塁で中野選手ショートライナーなんですよね。で、で、ワンアウト1塁で野口選手がファーストフライと。で、ここが結構ね、ちょっと危ないなっていう感じしたんですけど、2アウト1塁で佐藤選手にフォアボール出したんですよ。ついにしかもストレートのフォアボール。1球もストライクが入らなくて、フォアボールだったんですよね。これでちょっと、あれって、多分確かここの場面で杉内さんがマウンド行ったと思うんですけど、やっぱり異変感じるよね、ここでね、どう考えても。ヒットも先頭バット打たれるし、ストレートのフォアボールというところで、ちょっとね、投げづらさであったりとか、ちょっと、あれどうなのっていうところがあったんで、マウンド取ったんですよね。で、ここです。ちょっと見ていきたいと思うんです。ここね、いいプレーだったんですよね。この辺でね、見ていきたいんですけど、ツーアウト一塁で大山選手を、これキャッチャーゴロに打ち取ったんですけど、これね、いい配球でした。正直言うと。いいボールでしたね。ストレートでストライク取って、で、フォークボールでボールになったんですよね。ちょっと、フォークボールが内側に抜けてきたんですよね。で、ボールになるんですよね。で、バッターからしたら、そんなん分からないじゃないですか。フォークボールそこで狙ったって、あんま分かんないじゃないですか。で、それで、やっぱり外目を待つと思うんですよね。インサイド来たと思ったから。で、それで、もう一球シュート行ったんですよね。ここで思い切って投げてこいと。岸田選手も思い切ってもう一丁来い、みたいな感じで、しっかり引っ張ってね、ジェスチャーもそうですし、ここで、インサイドに持っていけた、もう一球持っていけたっていうところは非常にね、大きかったと思うし、その、全部が全部ね、ピッチャーって、キャッチャーが構えてるところの付近に投げれるわけじゃないし、その、不意にね、例えば逆球行ったりとか、それたりしますけども、その、それたボールに対しての、バッターの反応をしっかり見て、もう一球、例えば、今、この場面だったら、インサイド行けるっていうのを確認して、シュートを行ってるんでね、そういったところで、まあ、どん詰まりのキャッチャーゴロというところで、非常に素晴らしい配球だったと思うし、山崎投手もよく投げました、これ。マジでね。はい。素晴らしいです。で、ちなみに、その、1打席目も、ストレートとかスライダーの配球だったんで、まあ、そのバッターからしたら真逆の配球なんです。シュートボールって真逆のボールなんで、そういったところで非常に上手い配球だったな。よく投げ切ったなっていうふうに思いました。で、次ですね、これちょっと3回裏気になったところね。これね、まあ、大城選手がワンアウトからヒット打って、岸田選手もヒット打って、で、岡田選手もね、これ、初球のカーブをね、さっき粘ってたのにもかかわらず、初球の1球目のカーブをライト前ヒットって、これすごいと思いましたね。で、ワンアウト満塁で、これ、門脇選手、これ、空振り三振ね。これなぁ、頼むで、門脇と。ほんまに、まこつ頼むでって。まあ、さっきもね、ライトフライもありましたけども、ちょっとね、ここもなんとかね、してほしいというか、まあ、そんな、絶対なんとかしたいと思ってるんだけど、結局、これ、ストレート、スライダーを見せられて、最後、フォークボールで落とされてっていうところで、三振じゃないですか。まあ、犠牲フライとか打てたらね、ほんまはいいんだけども、それすらもできなかったっていうところが、まあ、今日のね、門脇選手の、良くなかったところかな、というふうに思います。で、よっぽどこのツーアウト満塁から山崎選手が空振り三振したんですけど、よっぽどこっちの方が悔しがってるというか、なんか気持ち出してるなっていうところあったんで、まあその非常に、ね、まあ難しいところはあるんですけど、まあ今日門脇選手がちょっとブレーキだったかなというふうに思います。で、次5回表でね、見ていきたいんですけど、これね、めちゃくちゃでかいプレー。今日一番でかいプレーだと思います。これね、ツーアウトから野口選手ね、ライト前ヒット打って、ツーアウト中で佐藤選手ね、2打席連続フォアボール出すんですよね。まあ、惜しいとこ投げたんだけど、フォアボールになると。で、ここで、ツーアウト一塁で大山選手と、まあ、1打席目打たれてますというところで、
難しい場面と、ここで2アウト1塁で大山選手同点とか打たれた、もしかしたらホームラン打たれたりしたらもう地獄じゃないですか。そこで岸田はよく見てたんですよね。で、あの野口選手ね、あの中継に映ってたんですけど、ちょっとなんて目線外したりしてたんですよ。まあちょっと確認してたりとか、あの守備位置確認したりとか多分おそらくしてたと思うんですけど、ちょっとなんかこう、まあ言い方悪いけど、あんまりこう走塁がうまいようには見えないようなリードの取り方をしてたんですよね。で、そこで、1球目ボールになって、で、それで、シンコって言うんですけど、ジャイアンツの、牽制のサインで、キャッチャーのサインが、これあんま言ったらあかんのかな？まあこう、出すんですよ。こうやってやって、まあその、あるんですよ、そういう牽制のサインがね。で、シンコって言って、こう、キャッチャーが、こう、構えてて、ピッチャーは、ずっと見ないんですよ。一回パッて見て、で、それで、キャッチャーの方見てるんですね。で、それで、キャッチャーがパンってミット下げた瞬間に、ノールックで、ノールックでとか、ワンターンで、パンって二塁投げるんですよ。うん。で、それで、そのタイミングも、今回、セカンドね、吉川さんが入ってましたけど、直樹さんが入ってましたけども、そのタイミングもあるんですよね。それを、やっぱりこう、キャンプとか、まあ、一軍だったら、合間の練習日とかも、しっかり、打ち合わせというか、練習してるんですよね。で、山崎投手っていうのは、非常に前々から言ってますけども、桑田投手のように、めちゃくちゃフィーリング上手いし、バッティングめちゃくちゃいいんですね。だから、そういうフィーリングとか、まあそういう、なんて言うんだろう、牽制とかっていうのをめちゃくちゃ上手いんですね。で、それで、岸田選手が、ワン、スリー、ツー、ワンで下げた時に、一瞬でパーンって投げて、で、それで吉川選手もドンピシャで入って、アウトというところで、このプレーはマジででかいですね。マジででかいです。最高ですね。これで打たれてた人は今日負けてたんですよ。正味ね。だけど、ここでアウト取れたっていう。うん。そりゃでかいっすよね。これもう、罰金っすね。罰金もんっすね。野口選手ね。はい。で、それで、ツーアウト、7回裏もちょっと気になったんですけど、まあこれね、ツーアウト満塁まで行くわけですよ。まあ、ツーアウト2、3塁から、大城選手を申告敬遠して、ツーアウト満塁まで行ったんですけど、岸田選手もね、まあライトフライというところで、まあね、岸田選手ね、右方向を狙ってるというか、右方向を、に打つっていうのは結構意識してると思うんですけど、まあちょっとね、その球も強いんで結構ね、まあ振り遅れてるのかもしれないけど、もう一個ね、もう一個叩けてたらライト前に持っていけたんちゃうかなと思うし、そこのね塩梅というか、そこは難しいですけども調整しててもらいたいなというふうに思います。で、ここですよね、最後ね、もう何回も門脇選手言って、申し訳ないんですけど、こう、8回裏でね、先頭岡田選手が出て、ノーアウト1塁で門脇選手ね、これ見逃し三振するんですけど、これ結局バントだったんですよ、サインね。で、遅れなくて、で、結局見逃し三振っていうところで、もう最悪なんですね。はっきり言うと。うん。で、ここで、例えば送ってたりしたら、次ね、代打が出るって分かってるじゃないですか。後ろピッチャーだからね。だから、もしかしたら点取れたっていうところもあったかもしれないけど、そのチャンスで最低限もできずに、まあ、バントをミスして、見逃し三振するっていうところもあって、ちょっといいところなかったかなっていうのもし、まあね、そういう日もあるっちゃあるんよ。そんな140何試合あって、まあ、1年ね。で、何シーズンも戦っていくわけだから、偉大な選手、めちゃくちゃすごい選手でも、例えばイチロー選手とかであったと、大谷選手であったとしても、そういうダメな日っていうのは、まあ、少なからずあると思うので、そういったところで、まあ、門脇選手をね、まあ、攻めたいとかいうわけではないけども、今日の試合を見たときに勝ったんだけど、強いて言うならどこが改善点って言われると、間違いなく門脇選手だったかなっていうふうに思います。はい。で、最後、大勢、えぐいね。最後、えぐいね。これもうマジで、えぐいね。三者三振で、ちょっと、相手からしたら今で言ったら絶望感あるんちゃうかなと思うし、まっすぐの出力、球の強さもえぐいなっていうふうに思いました。はい、てな感じでですね、今日はね、まあ、勝てた。非常に良かったけども、ちょっとね、まあ、どうなのっていうプレーもありましたし、逆にいいプレーもあったんで、そこをね、一回、ノートにまとめるかなんかにしてね、選手たちはね、多分ね、こう書いて、野球ノートじゃないけども、振り返りながら、毎日ね、試合を戦ってくれてると思うので、そういったところで、僕はですね、このノートに、できるだけわかりやすく解説を書いて、皆さんにね、お伝えしていきたいというふうに思ってますし、これからもね、小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日はお疲れ様です。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお疲れ様です。じゃあね、バイバイ。